分け木とは、玉ねぎに似た、球根性多年草であり、野菜として、食用とされる。しかし、玉ねぎが花をつける位置にシュガをつける。早く木は、ネギよりしなやかで、地下部は、赤活色に肥大して、輪形をなしている。分けネギと混同されたり、かつては、ネギの一種と思われていたが、染色体の特性より分血性のネギと分球性の、玉ねぎの雑種。 または、独立種として分類される。遺伝学的証拠は、わけぎが、玉ねぎとネギの雑種であることを明確に示している。しかしながら、一部の文献では、未だにわけぎを、玉ねぎの変種 A、ケッパバリエーション、プロリフェウムあるいは A、ケッパプロリフェウムグループとして扱っているようである。日本では、広島県尾道市鷺詐欺島が、 全国出荷量日本一である。ワけギのシュガは茎にまだついている間に発芽し、成長する。目は成長した、重さによって、下に曲がり、親株から少し離れた場所に根付く。これが、英語の、ウォーキングオニオンという名称の由来である。英語の、エジプシャンオニオンという名称は、ワけギを、インドア大陸からヨーロッパへと持ち込んだロマに、 由来するという説が唱えられている。花の代わりにシュガを形成する現象は、ニンニクや、その他のネギ属でも見られる。シュガの大きさは、大抵ビー玉ほどで、直径0.5センチメートルと3センチメートルの間である。多くの分け木は、非常に強い風味を持つが、一部の品種は、比較的香りが弱く、甘い。地下の林形はとりわけ皮が厚く。 辛みが強く、リーキのようにかなり細長い。一部の種類は直径最大5センチメートルの輪形を形成し得る。日本国外では若い植物が春にスキャリオンとして使われることもあり、輪形は普通の玉ねぎと同様に調理に使われたり、酢漬けして保存される。熊本県では木を一文字と呼ぶ。大分県では千本と呼んでいる。 南九州では千本と呼んでいる。沖縄方言ではビラ。刻んで薬味として利用する朝鮮では、アリウムプロリフェウムとエーフィスティアロサムはパと呼ばれるのに対して、玉ねぎはヤンパと呼ばれる。エープロリフェウムがチョッパと呼ばれるのに対してエーフィスティアロサムは大きさによってデパ、またはシルパと呼ばれる。香辛料、ハーブ、付け合わせとして、 大抵使われる、デパおよびシルパと異なり、ジョッパは、朝鮮料理における、様々なネギ料理の主要な食材として、しばしば使われる。ジョッパを使って作られる一般的な料理としては、パジョンや、パキムチがある。アリウムプロリフェウム。ワールドチェックリストオブセレクテッドプラントファミリーズ、ロイヤルボタニックガーデンズ、旧ザプラントリストより。タシ用進む。 ワケギの起源に関する細胞遺伝学的研究。佐賀大学農学部違法56、1から63、サイトジェネティック・スタディーズ、オンザ・オリージン・オブ・アリウムワケギアラキ。ブル、ファク、アグル。 さあがユニブ56-1から 63http://potal.desilittle.saga-u.ac.jp://123456789/13563freezen, n&mclass, origin of some vegetatively propagated, アリウムクロップスシュタディード with wrapped and gish. ジェナティックリソーシズクロップエボリューション45 511 523ドイ 10.1023A 1兆86億4770万 251ABC ルットルジャックコンフェッションズオブアンオニオンアディクトナショナルガーデニングアソシエーション2011年2月17日閲覧 ABC チャンド派 ワルター、エジプシャンオニオンズアレザイージースト。コーネルユニバーシティコーポラティブエクステンション。2011年4月26日。閲覧。ありがとうございます。